今日の晩ご飯は、ペヤング特盛りとあとエルチキバーガーでーす。やっぱ血糖値が下がってたんで、ちょっとこれで血糖値を測り上げまーす。今日は楽しかったです本当に。今日はね、いろんな人と出会いました。公園の防災倉庫のところの管理人さんで、ご飯あげてくれてる人がいるんですよ。で、その人といろいろその猫のボランティアについて話しました。すごい有意義な一日でしたね。ちょっとさすがに眠くて、で明日俺4時半起きなんですよ。なんでちょっと焦ってます。だから今日の晩ご飯はこの2つだけです。チキンができました。チキンじゃねえや、トーストが。で、エルチキ今日はレッドにしました。レッドしかなかったんで、作ってもらうのも悪いですからね。で、いつものサラダです。で、今日はちょっとサラダ余っちゃうんで、ちょっと普通のなんだっけサラダにつまんないんで、ちょっとアレンジします。で、からしマヨネーズです。いや、今日は本当に楽しかった。まあいつも楽しいですけどね。そうで、やっぱりてんちゃんもいないんですよね、カメちゃんも。で、今日夕方来たご夫婦のボランティアの人がちょうどメインの駐車場の猫ちゃんたちにチュールすげーあげてて旦那さん超可愛かったあげちゃうんだよねっつって。そう、まあ気持ちはわかります。今日俺も猫ちゃんたちにいっぱいあげてきたんで。サンドします。はい、エルチキサンドの出来上がり。過ぎた、やばい。そう、で次の城ヶ島なんですけど、まさかの明後日です。休みが明後日なんで、明後日行ってきます。土曜日なんで、もうねすごい多分ね観光客が多いと思うんですよね、3連休の初日だから。今日もね若いお客さんが多かったんですよ。なんか猫ちゃんたちをなんか追いかけ回したりして、大の大人が。そう、ちっちゃい子だったらわかるじゃないですか。あと老人とか、やめろよって。猫逃げに決まってんじゃんって。お前がじゃあ自分がされたらどうすんだよ。ほんとね、なんかね勝手な人が多いですよね。で、今日虐待食堂の車が止まってたんで、西側やばいかなと思ったんですけど大丈夫でした。まあね、ちゃんと行政の、ね、許可も取ってるし、研修も受けてるはずだから何も言わせないですけどね。まあそれ言うとなんか逃げ出すらしいですけど、なんか他のボランティアさんの話だとか。よし、そしたら今日は、まずソースを入れる前に卵を入れます。卵もまた黄身だけ入れます。少年隊です。よいしょ、ダーン。そうしたらサラダかけます。そう、この食べ方なんですけど、昔これ知ってる人いるかな、刑事よろしくってドラマあったの知ってます皆さん。ビートたけしがまだ若い頃、それのドラマでビートたけしがなんかねこんなようなのやってたんですよね。で、子供の時やりたくて、だ親がなんか貧乏くさいことやめろみたいなこと言われてできなかったんですよ。そうね、ビートたけしがねうまそうに食べてたんだよな。
頭の中で。そう、すっげえくだらねえ、なんかコメディーな刑事ドラマなんですけど、この前 YouTube でそれがあって見て懐かしいなと思って、それでちょっとねビートたけしのあの真似をしました。ビートたけしの真似っていうかドラマの、よいしょっと、さあできた。あれ納豆か焼きそばじゃなくて、だから野菜を入れてたんですよね、かさ増しするとか言って。明日は4時半なんで食ったら速攻寝ます。はい、こんな感じです。では、ペヤングの特盛と L チキチキンいただきます。